こんにちは、木下ゆかのゆるちゃんです。今日はですね、これです。じゃん。私最近、これわかりますか？30日で綺麗な字が書けるペン字練習帳、字が、あ、本が大きくて書き込みやすいがそうです。ありがとうございます。綺麗な字で伝えたいらしいですっていう感じです。これはね、毎日寝る前にね、一日のノルマ的なやつをやってます。でもちょっと前はもうめっちゃ限界眠すぎて、一日分の半分だけやって、次の日もう半分やりました。はい、そう、まあ、中身ちょっと見せてもいいんじゃないかな。だってこれ Amazon にこういうのですよって書いてあったもん。こういうことが書いてますよっていう感じで見せとったけ、ね、私が書いたところ、全然これはこっちはね、まだ全然、こっちは日記だ、今私比べてますよ。まだね、ほんと始めたばっかりだ。もう2ページしかやってないわまだはい、ほらこんな感じなんです。これ一番右はお手本があって、それをなぞって書く。で、真ん中は線、真ん中の中心線だけあって、それに対して書く。で、最後の最後は自分の自分で書く、何もないところにね、っていう感じですね。はい、あいうえお。もうほんと私字が汚くって恥ずかしいなと思って、で、日記書きよっても字が汚いから、最近日記始めたんですよ私。多分昨日のゆるちゃんかな前回のゆるちゃんかな。で、そう、なんか嫌で、字が汚いのが、あ、これすっごい綺麗な字がここにバーって並んどったら気持ちいいやろうなと思ったけん、これを始めてますね。はい、果たして、これだからね、あれですよ、30日で綺麗な字になれるっていうあれですからね。まあ、私はちょっと1日分を2日かけていたりするから、30日で綺麗にならんかもしれない。で、30日で書き終わらんかもしれないけどね。せめてさ、自分の名前だけでも綺麗に書けるようになりたいですね。綺麗に書けるようになりたいですよね。でもね、私思ったんですけど、自分の名前の字がなんか一番難しい気がした。まあでも漢字で書いてないとよくわからんのだけど、木、そうでもないかな木を書いた時に、多分すごい自分の癖が強いんだろうね、木って。ちょっとなんか書きにくかったもん、めっちゃ。で、私がね、今使ってるペンはこれなんですよ。フリクションのちょっといいやつ、これをね使ってます。私これ2本持ってます。で、書いて、ここで消せるんですよね、ここでゴムのところで。これはね、私フリクションのね、ボールペン大好きなんですよ。もう消せるっていうのが最高。そして消し方が出ないなんて、世界は発展してしまったんだ。そこ重視ですね、一番。はい、では皆さんも字汚いのとかちょっと悩んでる人がいたら、やってみてはいかがですか。じゃあね、バイバーイ。